ジョルジョーネ、ジョルジョーネ、1477年、1478年頃から1510年は、世紀ルネサンスのベネツィアで活動したイタリア人画家、ジョルジオーネとも表記される。本名は、ジョルジョ・バルバレッリ・ダ・カステル・フランコ、ジョージオ・バーバレリ・ディエー・コスティル・フランコ。形容詞が大使的な作風の画家として知られているが、確実に、 ジョルジョーネの絵画であるとみなされている作品はわずかに6点しか現存していないとも言われている。その人物像と作品の記録がほとんど残っておらず、ジョルジョーネは西洋を絵画の歴史の中でも最も謎に満ちた画家の一人となっている。ジョルジョバザーリの画家、彫刻家、建築家列での記述以外、ジョルジョーネの生涯はほとんど伝わっていない。画家、彫刻家、 建築家列伝によれば、ジョルジョーネは、ベネツィアから40キロメートルほど内陸部にある、カステルフランコベーネと出身とされている。ジョルジョーネが何歳頃に、ベネツィアに移住したのかはわからないが、その作風から17世紀のイタリア人、バロック画家、電気作家カルロリドルフィが推測しているように、ジョバンニ・ベリーニの下で修行したと考えられている。そしてその後ジョルジョーネは、一生を、 ベネツィアで過ごした。当時の記録によれば、ジョルジョーネの才能は、若年の頃から注目されていた。1500年に、バザーリの記述が正しいとすると、わずか23歳の時に、ベネツィア首、アゴスティーのバルバリごと、傭兵隊長コンサルボフェランテの肖像画を描く画家に、選ばれている。1504年には、別の傭兵隊長、 発展を起こす単層を称えるための祭壇画の制作を、生まれ故郷のカステル・フランコの制度から依頼されている。1507年に、ベネツィア共和国の10人委員会からの注文で、ドゥカーレ宮殿大ホールの装飾絵画を手掛けたと、されているが、どういった主題の絵画だったのかは伝わっていない。1507年から1508年にかけて、改築予定だったホンダコ、デーテデスキ、ドイツ商人館、 の外装を飾るフレスコ画の制作を他の芸術家ともども受け負っている。ジョルジョーネには以前にもソランソ帝、グリマーニ帝などベネツィアの大邸宅で同様なフレスコ画を手掛けた経験があった。しかしながらこれらの絵画で現存しているものはほとんどない。バザーリの著述によると1500年にレオナルド・ダ・ヴィンチがベネツィアを訪れ、レオナルドの作品に 大きな影響を受けていたジョルジョーネと出会ったとしている。ジョルジョーネは非常に魅力的な人物で、その作品には訴求力と相違あふれる美しさがあり、私的な哀愁が漂う作風であるという、当時のベネツィア人による記録が存在する。その記録では、20年以上前に、レオナルドがトスカーナ絵画界に新風を吹き込んだのと同様に、ジョルジョーネのことをベネツィア絵画に、 大きな影響を及ぼし、高めた画家として評価している。それまでの古典的で硬直した表現から絵画を解き放ち、より活発で熟練した芸術へと導いた画家であると、した。ジョルジョーネは、キツアーノと深い関わりがある。画家、彫刻家、建築家列伝にはジョルジョーネは、キツアーノの死だったという記述があるが、リドルフや両者とも、 ベリーニの下で住み込みで修行していた兄弟で死であるとしている。ホンダコ、デーテデスキのフレスコ画を共に手掛け、ジョルジョーネが制作半間で創生した後に、それらの絵画をティツヤーノが完成させたと言われているが、真偽は未だに大きな議論となっている。ジョルジョーネは祭壇画や肖像画にも新境地をもたらしている。それまでの絵画に見られた宗教的な意味も、 古典的な意味も作品に持たせず、音楽的とも言える、叙情的で空想的な表現と色彩で対象、描いた。その天与の才能で、同時期の芸術家たちに圧倒的なまでの影響を与え、当時、ティチアーノ、セバスティアーノ・デル・ピオンボ、パルマイル・ベッキオ、ジョバンニ・ニカリアーニ、ジュリオ・カンパニオーラ、ジョルジョーネの死であったとされるジョバンニ・ニベリーニらが、所属していた、ベネツヤ派の、 大一人者となった。その他、ジョルジョーネの作風は、モルトダ・フェルトレ、ドメニコ・カプリオーロ、ドメニコ・マンチーニといったが形にも大きな影響を与えている。ジョルジョーネはおそらくセンペストに感染し、1510年10月に死去した。1510年10月という日付は、イザベラ・デステが、ベネツヤの男友達に送った、 ジョルジョーネの絵画を購入してほしいという内容の書簡に記載されており、この書簡にはすでにジョルジョーネが死去していることも書かれている。そして1ヶ月後にデステに送られた返信には、ジョルジョーネの作品はいくら金を積んでも入手できなかったことが記されている。ジョルジョーネの名声と作品は後世の人々をも魅了し続けている。しかし、当時、ジョルジョーネの影響を受け、 よく似た作風で描かれた他の画家たちの絵画と、ジョルジョーネ自身が描いた新作とを正確に見分けるのは、非常に困難である。100年ほど前に、ジョルジョーネ風絵画のほぼ全てを精査し、新作の評価を行った、パン・ジョルジョーニズム・パン・ジー・ジャニズマスの成果は、現在では、支持されていないが、現代の美術史野の中には、現存する作品で間違いなくジョルジョーネの新作である。 絵画はわずかに6点だけであるとする研究もいる。生誕地であるカステル・フランコ・ベーネとのサン・リベラーレ、聖堂には1503年頃に描かれた玉座の聖母子を中心にして、右側に聖リベラーレ、左側に聖フランチェスコを配した聖会話形式のカステル・フランコ祭壇が玉座の聖母子と聖リベラーレ、聖フランチェスコがある。この作品の背景には、 ベネツィア絵画の革新とも言える風景画が描かれており、この技法はシノベリーニをはじめ多くの画家たちに即座に受け入れられた。ジョルジョーネは明暗法であるキアロスクールをより洗練した微妙な陰影で遠近感を表現するスフマートの技法をレオルド・ダ・ヴィンチと同時期に使用した画家であるジョルジョ・バザーリの画家、彫刻家、建築家列伝にはジョルジョーネのスフマートは レオナルド・ダ・ヴィンチの作品を真似たもだという記述がある。しかし、バザーリは、ベネツヤの画家を軽視しており、画家、彫刻家、建築家列伝には、芸術のあらゆる発展革新は、フィレンツェの芸術家の功績であるとする、偏見見受けられるため、この記述が正確かどうかはわからない。レオナルドの作品に見られる、精緻な色会長は、 おそらく装飾写本の技法である微細な点描技術を元にしており、レオナルドによって最初に油彩画に持ち込まれたものとも言われるが、このようなスフマートの技法は、ジョルジョーネの作品に今なお称賛される魅惑的な光線描写を与えることとなった。ジョルジョーネの作品中最も重要で代表作と言われるのは、 ドレスデンのアルテマイスター絵画館が所蔵する眠れるビーナスである。極めて優美で音楽的とも言える曲線の画面構成で精筆な感能性を表現しており、女神が横たわる白い布と背景に描かれた精神な風景が調和して女神の神聖を描き出している。ただ一人のラフを屋外に描いたこの作品は革新的な絵画と考えられており、 屋外の描写は眠り込んでいる女神にさらなる神秘性を付与している。この絵画を最初にジョルジョーネの作品であるとしたのは19世紀のイタリア人美術史や政治家ジョバンニ・モレッディである。眠れるヴィーナスはベネツィアのマルチェロ邸に飾られていたことがあり、ベネツィア貴族マルカントニオ・ミキエルが残したベネツィアをはじめ来たイタリアの美術品の貴重な記録、美術消息。 1521年から1543年にも記載があり、17世紀にジョルジョーネの伝記を書いたカルロ・リドルフィもこの作品を目にしている。ミケールの美術品小則には眠れるビーナスは未完成の作品で、さらに背景にはキューピットが描かれていたが、キューピットは後に修復された時に消され、未完成のまま残されたこの絵画をジョルジョーネの死後に、 ティチアーノが完成させたという記録がある。眠れるヴィーナスは、ティチアーノのウルビーノのヴィーナスや、他のベネツィア派の画家たちの原点とも言える絵画だが、ジョルジョーネのこの作品を上回る評価を得た画家は現れなかった。理想化された女性という、眠れるヴィーナスと同様の構想で描かれたのが、エルミタージュ美術館所像のユリトである。哀愁を帯びた作風で描かれた。 この大きな絵画には、ジョルジョーネの特質である、優れた色彩感覚と、叙情的な風景描写が表現され、生と死が表裏一体のものであることを描き出している。祭壇画とフレスコ画以外で現存しているジョルジョーネの作品は、富裕層のベネツィア人邸宅に飾るのに、手頃なサイズの絵画ばかりで、長辺60センチメートル程度のものが多い。世紀後半のイタリアでは、 このような小さな絵画を扱う市場が流星し、同時期のネーデルラントよりも機能していた。ジョルジョーネは、こういった絵画市場の発展に寄与した最初の有力イタリア画家だったが、ジョルジョーネの死後間もなく、社会の流星と巨大な邸宅を持つ王公貴族からの依頼などの理由で絵画のサイズは大きくなっていった。ベネツィアのアカデミア美術館が所蔵する。 テンペスタ、日本では日本語訳の嵐とも呼ばれるは西洋美術史上最初の風景画とも言われている。この作品が何を意図して描かれたものなのかは不明だが、ジョルジョーネが持つ優れた技術を明確に見て取ることができる。川の両岸に兵士と乳児に母乳を与える母親が配置され壊れた建物と近づく嵐が描かれている。こういった多くの象徴が表現された。 テンペスタの解釈について多くの見解があるが、定説と言えるものはない。都会と田舎、男性と女性といった相対関係で構成されているのではないかという説もあったが、X 線の夜、精査の結果、元々のバージョンでは左側に描かれていたのは、兵士ではなく、座ったラ像であったことから、現在ではこの説は、支持されていない。 暗く口を開けた洞窟の周りに三人の人物が描かれたウィーン美術史美術館所像の三人の哲学者も謎に満ちた絵画でジョルジョーネの新作とは認めない研究者もいる。プラトンが唱えた洞窟の比喩あるいは新約聖書の東方のサン博士が描かれていると解釈されることがあるが、この作品には他のジョルジョーネの典型的な作品の風景に描かれているような ぼんやりとした光で表現される叙情的な雰囲気は見られない。この点についてはジョルジョーネが人、衣服、樹木、岩、この葉を明確に描き分けようとした結果であるという近年の説もある。この作品における明確な輪郭の欠如と風景の表現方法はルーブル美術館肖像の田園の合奏と比較されることが多い。ジョルジョーネとその弟子とも言われる。 若きキツヤーノが肖像画の分野に大きな変革を与えた。キツヤーノが若い頃の作品とジョルジョーネ自身の作品を正確に判別するのは非常に混んで時に不可能とさえ言える。ジョルジョーネは作品に署名を残しておらず、正確な制作年月日が判明している作品も一点のみである。唯一、制作年月日が1506年7月1日と判明している。 ウィーンの美術史美術館が所蔵する若い女性の肖像画、ナウラは後期の作風で描かれており、その品格、成長さ、精緻な性格描写で他の作品と明確に区別できる。ベルリンのアルテピナコテークが所蔵する若い男性の肖像も美術師家たちから、性質な男性の表情が言葉にできない度に繊細に描かれ、深い立体感あふれる表現がなされていると高く。 評価されている。ジョルジョーネ作と言われている、肖像画の中には、注文記録などによって、明確に来歴が残っているとされる作品もある。しかしながら、注文記録の多くはその作品の雰囲気や様子が、書かれているみで、ジョルジョーネに影響を受けその作風を真似た絵画の多くに当てはまり、さらには、必ずしもモデルとなった人物に作品が売られたとは、 限らないことを念頭に置かねばならない。ジョルジョーネが描いた宗教的具意を持たない、肖像画は単に注文記録の情報から判別するのは非常に困難で、その記録と絵画との詳細な紹介と綿密な調査が必要なのである。多くの美術史やは記録からジョルジョーネの作品を判別するのは著しく困難である。最も良い方法は、 ジョルジョーネ特有の革新的な作風が見られるか、16世紀前半の宗教的具いを持たずに描かれたベネツィア絵画のほとんど全ての特徴である学問的あるいは文学的要素の欠如を調べることであるとしている。キツアーノの新作を判断するのが困難な理由として、その死後に他の画家たちによって最終的な完成を見た作品があることと、当時から ティツヤーノの評価があまりにも高かったことから他の画家の作品であってもティツヤーノ作の絵画であるとした間違った記録が残っていることが挙げられる。残っている絵画に関する当時の記録は教会やお香からの依頼記録が大部分で一般家庭向けのジョルジョーネの小作品に関するような記録はほとんどない。他の画家によるこういった小作品の制作は ジョルジョーネの死後数年間続けられ、さらには16世紀半ば頃から成功な岩作が描かれるようになった。作品の特定における主要な記録は、ベネツヤ貴族マルカントニオ・ミキエルが1525年から1543年に書いた美術品小息で12点の絵画と1点のドローイングについてジョルジョーネの作品出るとしている。 このうち現存する五点の絵画については、多くの美術史やから間違いなくジョルジョーネの作品で、あると認定されている。その五点の絵画とは、テンペスタ、三人の哲学者、眠れるビーナス、矢を持つ少年、そして異論も出ているが、フルートを持つ歌手である。ミキエルは、三人の哲学者は、セバスティアーノ・デル・ピオンボが、眠れるビーナスはティツヤーノが、それぞれ、 ジョルジョーネの死後に完成させたと書いている。眠れるウィーナスはティツヤィーノが背景の風景画を完成させたと現在の美術視野からも認められているが、三人の哲学者はデルピオンボに加えてティツヤィーノも関係しているのではかと考える美術視野もいる。テンペスタはジョルジョーネだけの手で完成させたと広く認められている唯一の絵画である。その他に、 ジョルジョーネの生まれ故郷カステルフランコの聖堂にある玉座の聖母子と聖リベラーレ聖フランチェスコと呼ばれることもあるカステルフランコ祭壇画もジョルジョーネの新作であるという評価が高い絵画だがドイツの倉庫に描かれていた祭壇画の一部だったとする説もあるウィーンの美術史美術館所像のラウラには絵画理面ではあるが唯一 ジョルジョーネ自身の署名と制作日付が残されている。フィレンツェのウフシツ美術館所像のモーゼの日の試練ともう一点の作品も初期のジョルジョーネの作品であろうと言われている。ジョルジョバザーリの著作、画家、彫刻家、建築家列伝でジョルジョーネ作とされている絵画の検証はより複雑である。1550年の初版では、 現在、ベネツィアの三六古道新海館が所蔵る十字架を担うキリストがティツィアーノ作であると書かれているが、1568年に最終的に完成する。第二版では1565年の時点ではジョルジョーネ作、1567年の時点ではティツィアーノ作となっている。バザーリは1565年から1567年にかけてベネツィアを訪れており、 この時に異なる2種類の情報を入手しているのではないかと言われてる。ジョルジョーネの作品家ティツヤーノの若い頃の作品家で議論となり判断ができないのはルーブル美術館肖像の田園の合奏も同様で2003年にはルネサンス期のイタリア美術品作者の特定で最も激しい議論の的となるのはこの問題だろうと言われたこともある。田園の合奏は プラド美術館が所蔵する聖母シとパドバの聖アントニウスと聖ロクスと作風が非常によく似ており、チャールズ・ホープによればティツィアーノではないかと言われるとが多い絵画で何度も指摘されているように初期のティツィアーノの作品と告示していることは明らかだ。ジョルジョーネ作とするのは無理があるように思える。しかしながら専門的知識を駆使し、 今までに知られているキツヤーノの経歴を精査したとしても、これらの作品がキツヤーノの初期の作品であると、はっきり断言することは、誰にもできないだろう。伝園のマスオや、それによく似た絵画の作者は二人のどちらでもなく、より無名のドメニコマンチーニにしないかと、提案したいくらいだとしている。イタリア人版画家、ジュリオ・カンパニオーラ。 1482年頃から1515 15年頃が残した版画も、ジョルジョーネとティツヤーノの作品の判断材料に使用されることがある。カンパニョーラは、ジョルジョーネ風の版画の制作者として著名で、ジョルジョーネとティツヤーノの絵画をモデルとして、多くの版画を制作したのではないかと考えられており、実際にカンパニョーラが残した版画に二人の名前が記載されているものも存在している。 若くして溶接した、ジョルジョーネの画家としてのキャリアは短いが、キャリア初期の絵画で、アレンデールグループ、アレンデールグループと総称される数点の作品がある。ワシントンのナショナルギャラリーが所蔵する、羊飼いの礼拝の英語名称、アレンデールの後端、アレンデールネイティビティから命名されたもので、このグループには同じく、ナショナルギャラー所蔵の、聖家族、ロンドンのナショナルギャラリーが所蔵する、 東方三博士の礼拝が含まれ、さらに、ワシントンの羊飼いの礼拝に告示した、ウィーン美術史美術館所像の別バージョンとも言える、羊飼いの礼拝も含まれることがある。アレンデールグループの絵画はセットとして扱われており、すべて、ジョルジョーネの新作とみなされることが多いが、逆に、すべて、ジョルジョーネの作品ではないとされることもある。ワシントンの 羊飼いの礼拝は1930年代に大論争の的になった。著名な画将、ジョゼフ・デュビーンが羊飼いの礼拝をジョルジョーネの新作だとしてアンドリュー・メロンに売却したが、デュビーンの友人でルネサンス絵画の専門家だったバーナード・ベレンソンがこの絵画はキツアーノの初期の作品だと強く反論したのである。ベレンソンはジョルジョーネの新作を精査し、 その数を十二点程度とする説に重要な役割を果たしたことがあるマナブだった。ジョルジョーネは存命時から高く評価され続け、イタリア屈指の芸術家という名声を受けていたにも、かかわらず多くの絵画がジョルジョーネ作ではなく別の画家による作品であるとみなされてた。エルミタージュ美術館のユキとは長い間、ラファエロの作品とみなされており、眠れるーナスは キツヤーノの作品とされていた。19世紀の終わりに、ジョルジョーネの再評価の動きが大きくなり、逆に他の画家の会話が、ジョルジョーネの作品であると誤認識されるようになってしまい、特に肖像画が大量に、ジョルジョーネの作品だと認定された。1世紀前に、ジョルジョーネ作だと認定された絵画のうち現在でも、ジョルジョーネ作と認められている作品は、皆無ではあるが、 ジョルジョーネの絵画をめぐる論争は現在でも当時に増して激しくなっている。現在のこのような論争は背景に風景が描かれた作品と肖像画の二つに対別できる。アメリカの美術視野でコロンビア大学教授デビッド・ロサンドの1997年の著書によればアレッサンドロ・バラリンの急進的な新作認定1993年の パリでの展覧会とマウロロッコの著作、996年によって、ますます致命的なまでに混乱を極めているとしている。2004年にウィーンとベネツアで、2006年にワシントンで開催された大規模な展示会が、美術師へたちにジョルジョーネ作かどうかが争点となっている絵画を一度に目にする機会を与えた、外部リンク参照。 三十三歳という若さで溶接したジョルジョーネだが、その死後も、キツヤーノや十七世紀の画家たちに大きな影響を与え続けた。ジョルジョーネは死体をせずに絵画を描き、感傷的な表現をその作品に持ち込むことはなかった。風景と人物が一体となった絵画を描いた最初の画家で、宗教、偶意、歴史などの意味を持たない。 小作品という新しい絵画ジャンルの創始者となった。鮮やかにきらめき、そして溶け合うような色彩感覚を身につけた画家であり、その作品は全てのベネツィア絵画を代表する絵画となっていった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。